皆さんお久しぶりです。KG です。今回説明する、アウトドア商品はですね、ムラコの、ニンバス 2P の2人用テントですね。ソロテントとツーリングテントに、使用するテントなんですけど、重さがですね 2300g と、2kg ちょいですねぐらいのすごい軽量のテントになります。価格はですね4万ぐらいですかね。グランドシートはですね別に購入する必要がありますが、そんなには高くないです。付属の商品なんですけど、ペグと、ロープですねとポールなんですけど、こちら、ジェラルミンで、作られてますのですごく丈夫です。そしてすごい軽いです。このグランドシートなんですけど、広げてみたら少しいろんなところに穴が開いてたので、これ一旦返品してもう一度新しいのを送ってもらうことになりました。それではですね、まず最初に外側を広げていきます。このテントですね、シェルターにもなるので、インナーテントは吊り下げタイプになります。このテントポール3本で立つので設営がすごく簡単です。テントポールはですね、差し込んだ後に、テントについているロープなんですけど、なんか穴が開いているのでそこにカチッとはめて設営していきます。最初緩めておいて穴に入れた後にですね、紐を引っ張ってテンションをかけていきます。このタイプだとですね、設営時に、無理にポールを曲げて刺すことがないので、すごくなんか安心して設営することができます。稀にすごく硬いやつがあって無理に曲げて折れたりとかするのも聞いたことあるので、こちらはそういう心配はないのかなと思います。このようにですね、吊り下げタイプのテントだとインナーテントを使用しない場合は、シェルターとして利用することもできるので、宿泊しない場合はこのタイプのテントはすごく便利だなと思います。ではインナーテントを設置していきたいと思うんですけど、インナーテントのですね下の方にまた取り付け器具がついているので、それを設置していきます。吊り下げるだけの、インナーテントはすごく簡単に素早く取り付けることが可能です。ここまで来るとですね、あとはもう最後にポールの微調整をしてペグダウンで完了となります。で最後にですね、ベンチレーションなんですけど、このムラコのベンチレーションがすごく柔らかくて、他の他社さんのベンチレーションに比べると好きではないんですが、硬くないので収納時にスムーズに丸めることができるっていう点ではこちらでもいいのかなと思います。そして完成したテントの横にグランドシートを引き、そのグランドシートの上にテントを乗せると簡単です。あくまで天気がいい時のみのやり方なんですが、下がまあ泥だらけだったら先にグランドシートを張った方がいいです。テントがものすごく軽いので簡単にテントは移動できます。そしたらですね、グランドシートにもまた穴が開いているので、ポールをその穴に入れることでガチリと固定することが可能です。室内はですね、2人用なんですけど1人がいいですね。2人はちょっと窮屈で荷物が入らない可能性があります。頭の上に1つフックがあるので、そこにライトを吊り下げることが可能です。この吊り下げタイプのテントなんですけど、少したわみが気になるんですが、インナーテントなんでしょうがないかなと思います。付属されてるペグなんですけど、なんかしめじみたいな感じの小さいペグなんですけど、軽量ですごく便利そうです。
まあ、ロープもそれに合わせて細身のロープなんですが、十分強度はあるみたいなので、まあ、軽量を求めている方には良いかなと思います。前室なんですが、まあ、靴を置いて道具を置けるぐらいのスペースはありますね。調理するとなると少しテントが燃えちゃわないかなって気になるところです。ということでこれで完成となります。いかがだったでしょうか。村子のニンバス 2P。 いろんなテントあるんですが、すごくモノトーンで統一してあるのですごくかっこいいです。素材なんですがすごく軽くてパリパリしていて、なんか特殊な生地っぽいです。軽量なので登山でも使えるということなんですが、それは使ったことがないのでまだ何とも言えません。耐水性もですね、実際のところは大雨にさらされたことがないので、まあちょっとこちらの方もまだよくわかりません。ということでですね、1ヶ月ぶりの投稿になりましたが、いかがだったでしょうか。 KG のキャンプギアなんとかかんとか、はい、それではですね、また次回もよろしくお願いします。ああ、片付け面倒い。